こんにちは、親子です。こんにちは、カピルミュールの磯田です。はい、私たちはですね、今、はい、リフトに乗っております。はい、はい、草津のリフトですね。はい、はい、草津のスキー場、大谷と磯田、普段マウンテンバイク乗ってないよ普段、乗ってます、まあ、ロードバイク乗ったりとかね、うん、自転車乗ってる我々なんですが、うん、今日は番外編ということで、はい、刺激的なアクティビティにチャレンジしたいと思います。今日チャレンジするのは、はい、バンジップ天狗。バンジップ、はい、はい、シューッと降りるやつです。はい、ワイヤー引っ掛けてシュッて、ね、はい、それにチャレンジします。磯田さん、絶叫は得意ですか？絶叫は得意かって言われるとそうではないかもしれないですね。大谷さん、どうですか？私はもう絶対ダメなタイプ。絶対ダメ。ディズニーランドに行ってスプラッシュマウンテンとか乗らないで下でチュロス食べてるタイプ。はいはい、あと楽しみでもあります。楽しみでもあります、前向き、初めてなので。はい、なんか自分のこの絶叫体制がどのぐらいできたのかっていう。どこで培ってたんですか？培ってないです。これも楽しいですね。あ、リフト、リフト楽しい。リフトね。でもリフトちょっと怖いですね。ゾワゾワする。あっちの方がゾワゾワするよ。本当ですか？だってあっち座るとこないよ。ああ、座るところないのか。自分のこれがこれ座るのか。そうだよ。わ、おお。あ、でもこれはこれで絶景じゃないですか。すごい、見えないです、地面が。あ、ブランコあそこじゃないですか？これだ、ブランコ。あ、でバンジップがあれか。あ、日本一だそうです、大谷さん。日本一。うわ、確かに、こんなに長いの見たことないですね。これで結構な、そうですね、迫力を味わえましたね。なんか満足しました。避難訓練だと思って。長めの避難。長めの避難。今日はこの二輪に乗って、この二輪に乗って、はい、そうか、そう思うとなんかどうですか、気持ちが落ち着きました。ね、この二輪はどうですか、安定感は。グーです。あ、グーですか。じゃあ大丈夫。大丈夫。あ、すごい、奥の方まで結構景色が見えてきましたね。見えてきました。行ってきます。3、2、1、5。あ、手広げた。大丈夫でした。おお。ちょっとスタート前は今絶望の淵にいるような気持ちで覚悟を決めてたんですけど、これやったら意外と怖くなかったですね。あの爽快感楽しかったです。ちょっとこれは想定外ですね。次は磯田さんです。涙出た。あれ、意外とダメだったの。意外とダメだった。わあ、とまだなんかガクガクしてる。途中でなんかうってなって、胃がこの辺に、胃がその辺に、この辺に来て、ではだんだんこう戻ってきて、緩やかになったぐらいのところから、うん、なんとか意識が戻りました。意識が戻りました。
あ、でも本当にあのスリリングでめっちゃ楽しかったです。はい、楽しかった楽しかった。こんな経験なかなかない。絶叫マシンとはまた違うね。違いましたね。いやすごいな。え、この草が揺れるのとか見れた？あ、多分見れましたけど意外とね、滑り出したら超気持ちいいと思って。え、大家さんの方が平気じゃないですか。押し込んなんできたもん。え、すごいな。私の方が多分ダメでしたよ。あ、意外だね。やってみないと分かんないね。やってみないと分かんない。はい、面白かったです。よかった。はい、はい、いや楽しかったな、これ。いやちょっとドキドキしたな。いやなんか想定外でしたね。私はね、ちょっとドハマりしました。また やるかもしれない。すごいな。かなり良かったですね。やっぱりスキー場ってこうスノーシーズンももちろん楽しいんですけど、グリーンシーズンも結構遊べるスポットってあるんですよね、うんうんうん。で、さらにね、こう他にもね、トランポリンとかパターゴルフとか、あとマウンテンカートって言ってこう芝降りてきたりとか、あとはマウンテンボード、キックボードとかリフトがね動いているスキー場なので、結構遊べるものが盛りだくさんあります。親子連れだったりとか、あの今回みたいな刺激的なのが苦手って方にも楽しんでいただけるスポットもあるので、興味がある方はね、ぜひ草津スキー場を検索してみてください。この投稿いいなと思いましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまたねー。